珍しいな。何？メタトロンだ。日射随分位置が浅い。ちょっと見てくる。ポイントに到着。こんな表層にメタトロンが？それもバカに強い。なんだあれ。オービタルフレーム。おはようございます。戦闘行動を。お前は？独立型戦闘支援ユニットエイダです。当機はオービタルフレームジェフティです。操作説明を行いますか？ここ半年で火星の事情は大きく変わったわ。バフラムが火星各カウンティの武力制圧を開始したの。地球の圧政に対する火星解放の動きがついに表面化した。今バフラムの戦力は圧倒的よ。連合軍は必死の抵抗したけど、戦争ってほどのものさえ起こらなかった。火星圏がバフラムのものになるまであっという間だった。バフラムの軍事要塞を落とさなきゃならないのは私たちも同じよ。その兵器が必要なの。死んだんじゃないのか。あなたは今失った心肺機能を機械で補ってるわ。つまりあなたはジェフティを降りたら死ぬのよ。ジェフティをバフラムの手に渡すわけにはいかない。あなたですね、ミオステッパック。ジェフティを失いたくないんだ。ジェフ、お前、バイオラか？この命が軽い世の中だ。死んだはずの男が蘇る。アヌビスの一撃で何万もの人が死ぬ。強い者が生き残る。人類はやっと自然の摂理を手にしたわけだ。勝てるかどうかはランナー次第だ。私は全てを破壊するために作られた。共鳴反応です。共鳴？アヌビスです。生きていたとは。その機体を返してもらう。戻れディン、戻れ。お前は好きだ。ねえ、必ずアーマーを止めて。もし俺がこいつを止めたら、地球は二度と火星に口出しするな。これがメタトロンの意志だ。